また会いましょうねって、これ会えない人もいるんだな、また会いましょう、あの人に会うんだ、誰かにまた会いましょうって言っちゃってください。そしたらあなたとその方との間で約束ができると思います。力が何かに変わって何かいい方向に向かっていくんじゃないかなと。入院するまでの期間、うん、本当なんだろう、病院にも行けず自宅でこう待ってる状態だったから、その時に好きなアーティストの DVD をひたすら見て自分のこう気持ちを盛り上げてた。闘病中っていうか、僕も入院中結構音楽聴いたりとかして、うん、お見舞い何欲しいとか言われるじゃないですか、うん、僕いつも iTunes カードリクエストしましたもん、ね、ちなみに自分的に盛り上がったのは何だったんですか。その当時は東方神起大好きで、お東方神起の5人揃ったね、東方神起のライブをリピートでずっと見てた。ライブ映像、東方神起を支えてくれたんですね、神田さん。まあまあちょっとね、ちょっとはね、その当時はね。2つ最後に質問残ってるんですけども、そのキャンサーギフトっていう言葉があるんですけれども、まあ、自分が癌になって何か得たことだったり受け取ったものっていう、それは何かありますかね、神田さんの場合。やっぱりね、スタンドアップの仲間、がんサバイバー仲間が一番大きい存在かな。やっぱり自分ががんになってなかったら出会えなかった人たちだなって思うと、なんか不思議だなって。そうですよね、仲間って言ったところが大きい。今、まあ、治療頑張ってる人たちに向けて5年目を迎えた高橋和也さんから一言いただきたいんですけども、こちらにあります。自分を信じる。自分を信じるっていうことですね、うん、なぜ自分を信じるっていう、はい、悲観的になっちゃうかもしれないんですけど、自分は大丈夫だっていう、ある意味おまじないみたいなものかなっていうふうに思ってて、まあ、信じるものは救われるっていうし、自分を信じて治療に向き合って頑張る、自分の選択を信じるってことですよね、うん、逆にあれですか、周りに惑わされんなみたいな感じ。いや、周りの意見も参考しつつ聞いた方がいいと思うし、でもやっぱりこう自分に自信がなかったりすると、もう自分ダメなのかなとか、誰でもそういうのはよぎるけど、でも自分は大丈夫だっていうふうに信じてたら、まあ、なんとかなるかなっていう。ありがとうございます。自分を信じるということで、まあ、今治療を頑張っている人たちも自分のことを信じて今を乗り切っていただければと思います。はい、まあ、ゆうとくんのキャンサーギフトって、なんかがんになって、まあ、失ったものって本当にいっぱいあると思うんですけど本当に本当にね。ただ、まあ、得たことってなんかあったらいいなと思って、がんになって得たもの、食事の趣味が変わった、うん、って言ったんだけども、そのおかげで今もう食事がすごい楽しくて、食への関心みたいなのがすごい広がって、多分ならなかったらもう極端な毎日カップラーメン卵かけご飯系の人間になりかねなかったんだけど、やっぱり食べれない時期とかを経験したから、今もそういろんな美味しいものとかを関心が出てて、で美味しいものとかだけじゃなくて、こっちが運動したと食べると美味しく感じるとか、誰かと食卓を囲むとより美味しく感じるとか、なんかそういう広い意味で食事という行為への関心がすごい高まったなと思って、それがあるだけで結構視野が広がるというか、それがすごい大きいなっていう中で思ってて、うん、多分ならなかったら絶対気づけなかったこと。食への関心ね。え、お酒は飲めんの？どうなの？お酒飲める。ちょっと思い切って飲んでみたんですよ、闘病中、抗がん剤終わってからです。それで飲めて、ビールが飲めなくなるよってことは炭酸だから、あ、シュワシュワダメなんですか？そうって言われてたんだけど、ビール飲めて、まあ、患者会とかで胃がんの人とかに会ったりするんだけど、あんまりビール飲める人って会ったこと今のところなくて、胃を切除した人で、で飲めないって言われてたんですけど、飲んでみたら飲めて、で、まあ、なんか確かにあんまり最初美味しくないなと思ったけど、なんかいろいろグラスに移したりとか工夫したら、あ、飲めたとか、いろんな発見がすごい多くて、へえ、グラスにビールを移したら飲める。多分ね、炭酸がちょっと抜けて、あ、飲みやすくなる。そう、ビールの味を味わうみたいな工夫次第で違う楽しみだ。ワインとか日本酒も。そう、ワインとか日本酒なんて飲まなかったんだけど、うん、最初はワインか日本酒から始めてくださいって言われたおかげで、ちょっと飲んだら、あ、美味しいんだなって思ったし。普通に今も飲める。
通に飲めますね。まあ、ちょっとやっぱり吸収が早いからすぐ酔っ払っちゃう、うん、すぐ酔っ払っちゃうんだけど、うん、全然飲めるし。ありがとうございます。今闘病中の方へ前向きに行きましょうと、きっといいことがあるよっていうことなんですけど、うんうん、今日の話だと肉体的なこと、辛かったことを結構喋ってたんですけど、うん、すごいやっぱ精神的に辛いことってすごい多いんで、将来が見えなかったりとか多くて、まあきっと最近もそうだし、もう食事を友達としたりとか、もうそれだけですごいありがたみをどんどん日に日に積み重なっていくんで、必ずいいことはあるっていう。ただ本当に治療を少しずつ、僕の場合時間かかったんで、少しずつ積み重ねるためにはもう前向きになって、きっといいことはあるんだなっていうのを信じてこう頑張ってもらいたいなと思いますね。当時はね、前向きにはなかなかなれない、痛いほどなれない気持ちが分かって、うん、なんか本当に食べられるようになるよとか言われるんだけど、本当かなっていう感じにと思ってたけど、言われてた以上に今食べられてるなと思って、言われてる以上に今元気やってるし、まあ、なので想像以上に良くなるよっていう、想像以上に良くなるよっていう、まあ、人次第ではあるけど、なので自分を信じてるのに少しずつ前向きに一歩一歩、うん、耐えること耐えたり、やることやったりして頑張ってほしいなと思いますね。ちゃんといいことはあると、いいことはある、闘病の、うん、後にそう。一番良かったことは何ですか。一番良かったこと、どうですかね。でもやっぱ誰かと美味しいご飯食べてる時にすごいいいなと、良かったなってすごい思います。みんなでチョコレート食べてる時そう、いやもうご飯食べれないとご飯食べ行こうっていう誘いもできないから、そう、食べれるだけじゃなくて人との交流も結構ご飯食べるってでかくて、それが叶ってる時よくあることだけど、すごいいいなと。ありがとうございます。前向きに、まあ、今闘病してたら前向きになることも本当になれなかったりするかもしれないですけど、こうやってちゃんと胃が全部なくても食べれてる人がいたりするので、まあ、それを人たちを見てちょっと勇気を持って闘病頑張ってほしいなと思います。はい、キャンサーギフトってね、がんになって、失われたことはいっぱいありますけれども、まあ、何かがんになって得たこと、得たものっていったら何でしょうと。一つはヘビーメタルが好きで、ちょっとライブこの人たちこういうライブに行ってきて、これは何ていうやつ、まあ、ライオットっていう暴動、暴動、暴動、まあこういうバンド、日本語訳するとね、まあ、日本語訳すると暴動、そうそうそう、ライブ行ってきて、まあ、たまたまサイン会に当たったので、うん、私があのサバイバーだって伝えたら、コングラチュレーションって言ってくれたんですよ。おお、うん、話聞いたことあるでしょ。欧米では特別な体験をした方をリスペクトして、尊敬とかね、そういうあれをしてコングラチュレーションって言ってくれるっていうのは、あ、本当だった、本当なんですね。やっぱこれはとてもいい経験だったかな。そうなんですよね。欧米に行ったら自分ががんサバイバーなんですって言われたら、本当にみんながコングラチュエーションって言って、じゃ頑張っていこうぜみたいな感じですごく、うん、ハグしてくれたりとかっていう話を聞いたら、ね、あ、これだこれだ、日本だと大丈夫って感じになりますもんね。そうそうそう、ちょっと惹かれちゃったりするかもしれない。それがね、まだね、うん、日本の中でもちょっとがんに対するイメージとか、うん、いろんなことの違いかなっていうのはあったりとかします。それと利用者さんね、うん、ちょっと弱い立場の人たちの方に歩み寄れたのは、うん、すごく私にとっては宝物かなっていう感じはします。利用者側さんの立場に立ったということですね、うんうん、今闘病中のあなたへと書いてきていただいてますので、また会いましょう。これは、うん、ね、実際にこうインターネットでつながった方たちにまたっていう言い方は変だけども、うん、これは私が罹患をした時にいただいた言葉です。罹患をした2日後に初めて会った人にいただいた言葉、挨拶の時にまた会いましょうねって言われただけなんだけども、うん、家に帰る時にね、これ会えない人もいるんだなって、会いたい人にもう一回会えるかどうかっていうのは非常に思うので、そこに対してなんかいろいろ実際に入院中ほぼ毎日数回5回とか10回とかやっぱり呪文を唱えるようにして、また会いましょう、あの人に会うんだっていうことをこう思って、いました、うん、なので私にとっては非常に大切な言葉なので、これ見てる皆さんも誰かにまた会いましょうって言っちゃってください。そしたらあなたとその方との間で約束ができると思います。そしたらその約束を果たそうと思う力が何かにこう変わって、何かいい方向に向かっていくんじゃないかなと思
思います。また会いましょうで、ぜひこのガンノートに出てみようっていうのも一つありかなと。出られなくてもやっぱりこのガンノート、この放送してこの場、このスタジオのに来てみようと思うことも一つ自分なりのこう約束で、会った人に言わなくてもいいですから、自分だけの約束でも、コロナ禍に響いた約束でもいいから、なんかそういうことをするとだいぶ違うかなと思いますので。ありがとうございます。このまた会いましょうという言葉ですね、普段何気なく使っているけれども、そういう話を聞いたらすごく深い言葉ですね、普通に言ってるけど、あ、普通じゃないんだというか、そうまた会えないタイミングっていうのがすごくあるんだというのを確かに思いますよね、入院してたらなおさら思うと思いますわ。また会いましょうという言葉で締めくくらせていただければと思います。